どうもルックンです。2022年11月2日、千本通りにあります千本円窓仁成寺。仁成寺にやってきました。場所はこれ千本通り、寺の打ち上がるですね。引く節寺って書いて、まあ仁成寺という、まあそういう読み方されるみたいです。石標がありますのでちょっと石標の方を写します。小野の高村橋霊跡千本円窓仁成寺で駒札で読んでみたいと思います。境内そんな広くないような感じですね。仁成寺、千本円窓光明山観機院仁成寺と号する寺院で、本尊として閻魔法王を祭り、一般に千本円窓の名で親しまれています。開基は小野高村卿802年から853年で、あの世とこの世を来する神通力を有して、昼は宮中に、夜はなんと閻魔の王朝に仕えたと伝えられ、朱雀王子頭に閻魔法王を安置したことに始まります。その後勧進元年1017年叡山恵心僧図の法廷上覚上人が初任下道院上仏道の意を持って当地に光明山観機院仁成寺を開山したと。現存の閻魔法王は長享2年1488年に造立されたもので、高さは 2.4 メートル。高村はお初来迎えの褒義を授かり、賭場供養、外賭場供養と迎え金によって、この世を現世浄化の根本道場としたと。以降宗師宗派を伴い民間信仰がついている。まあ、小野高村の墓と紫式部の墓が同じ場所にあるという、まあ、そういうこともこの間行ってみて分かりました。場所は堀川通りの北大路下がるですね。5月に行われる千本円窓大念仏狂言は京都最大三大念仏狂言のうち唯一の有言言葉を発する劇なんですね。京都市無形民俗文化財に指定されています。名所普賢象桜は咲いた時に双葉を持ち冠のまま落ちる珍しい桜であると。王子この地に桜が千本あったことと鐘楼供養の千本外場に由来して千本という地名が生まれたと言われていますと。また円安商人が紫式部供養のために始徳3年1386年に建立した仁成寺賭場は貴重な10層の多重石塔で国の重要文化財に指定されていますと。境内ですね、もう広くないですね。こちらが閻魔大王ですね。すごい顔されてますけど、閻魔法王ちょっと見づらいですかね。スライド紙芝居ちゃうんですね。こちらにはですね、鐘楼が残ってますね。ちょっと鐘楼の方行ってみたいと思います。
OK でこれで全部ですね、まあ、ほぼほぼこう駐車場経営されてるっちゅう感じのお寺になってます。就労ですね。こちらから出られるんですかね。石塔ですね、大きいですね。お地蔵さんですね。こうやって流すんですね。こうやって流すんですね。なるほど。ちょっと出口から行ってしまいましたけどね。逆順に行ってしまいました。やはりやっぱり街の中にあっても静かですね。お寺の中に来るとこちら本堂ですね。以上、印乗寺でした。